結局のところ、一番気持ちいいことって何ですか？ベスト3形式で順番に発表してください。気持ちいいこと。そうですね。いろいろあると思うんですけど。第3位は、お風呂。やっぱり気持ちいいですね。ゆっくり浸かると本当に気持ちいいから、お風呂は大好きですね。頻繁には入れないんですけど、お風呂気持ちいいです。第2位は、二度寝。やっぱりこう、二度寝すると、布団から出れないというか、ずっとこう布団でうだうだして、二度寝三度寝するときって、すごい気持ちいいですよね。大好きですね、二度寝。だから2位です。第1位は、仕事終わりのビール。鼻筋とか、もうやっぱり疲れたなっていう時にビールとかで乾杯するのが染み渡って気持ちいいですね。なんだかんだ一番気持ちよくスッキリする気がします。包茎の男性についてどう思いますか？実際に包茎男子の相手をした経験があるので思いのすべてをお話しください。これって、なんだか男性は気にしてるっていう話を聞くんですけど、そんなに私すごい気になるとかってあんまりなくって、ただ、以前お付き合いしていた彼は、完全にこう被っている状態だったので、エッチができなかったです。挿入ができない。だから、その間は、お付き合いしてる間、一度も入れてもらってなかったんですけど、お口でしてました。なので、お口は、上手になれたかなって思います。